りです。いつもいいね、高評価ありがとうございます。今回は右手は器物、左手は点滴、どこで採血すりゃいいのということでお伝えしていきたいと思います。皆さんはこんな患者さんに遭遇したことはありませんか？右手を手術して病室に帰ってきたばっかりの患者さんで、反対側のね、左手っていうのはルートキープ中だけど、オペ後の採血の指示が出てるなんていうこと、これね結構あるんですよね。今回のサムネっていうのはもう分かりやすく右手はギプスにしてみたんですけど、結構ねもう右手の手術をしてたらこっちの右手からは採血できないよっていうこと、これ結構あるんですよね。でも左手は左手でルートキープしてるから、じゃあどこで採血すればいいのっていうことになるんですよね。例えば他にも高齢の患者さんで、上司にルートキープすると認知症っていうのがあって、何回もね上司に点滴はするんだけど、もうねどうしても何度も自分でね抜いてしまうんですよねっていう、そういった患者さん結構いるんですよね。そういった時ってどうしても上司での採血やルート確保っていうのがもうできないっていうこと、もうこれね結構あるんですよね。こんな時皆さんはどうしますか？そうです、上司がダメなら足から採血ルート確保するってなりますよね。でも皆さん、足からの採血のね注意点なんて誰かに習ったりしました？っていうかもう言ったらね、上司の採血の注意点とかも手順とかちょっとしたコツなんていうのは先輩からね習ったりはするけど、どこにどんな静脈が通っていて神経や動脈が通っているのはここだから注意した方がいいよなんてことを誰もね教えてくれたりしませんよね。そうなんです、この注射の手技に関しての知識って多くの人が学生や新人なんかの時に手順と点滴の確認の仕方なんかをざっくりね教えてもらったんだけど、それ以降の詳しい知識っていうのはねもう各個人に委ねられているっていうのがねもうほとんどなんです。だから注射が上手い看護師もいれば下手な看護師がいるんです。これってねある意味注射の教育に問題があるんじゃないかなっていうふうにも思うし、いろんな現場出ていく場所によって成長の具合っていうのが違うっていうのもあるんですけど、注射ってね結構看護師になったら行う主義だったりするんで、もうね継続的な勉強が必要な分野だったりするんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ということでそういった注射に関する神経の走行の解説や、先輩はね教えてくれないようなルート確保のコツなんかを事細かに解説しているのがこのチャンネルです。だから今回の足の採血や注射する際に気をつけておくべきことっていうのもきっとねあまり教えてくれる看護師の先輩なんていないと思うし、もしいるのであれば大変ね貴重な存在なんで、もうねいろいろね伝授してもらってください。僕もこのチャンネルをするまでは知らなかった内容がたくさんあるし、今もね現在進行形で勉強中です。そうやって勉強した内容を多くの看護師さんに知ってもらうことで、たくさんの看護師さんがスムーズにね業務をしてもらえるきっかけになって、笑顔で働く看護師さんが少しでもこの日本にね増えてほしいなっていう風に思って、このね動画っていうのを僕はね作っています。ほんとねちょっとねそれた話にはなったんですけど、今回はねこの足の静脈の走行と神経の走行っていうのを詳しくね皆さんにお伝えしていきたいという風に思います。もしね今回の動画が少しでもねためになった、今後も定期的な情報収集源にしたいという風に思った人はチャンネル登録して一緒に学んで一緒に成長していきましょう。それではね早速内容に入っていきたいと思います。ということで今回足に対する注射のアプローチのコツということで、僕がねもし視聴者だったらどんな解説をしてくれたら嬉しいかなっていう風に考えた時に3つねポイントがあるなっていう風に思ったんです。1つ目は足を走行している静脈の走行っていうのを解剖学的に解説してくれるっていうポイントですね。そして2つ目はその走行している静脈の周囲にある転死リスクのある神経の走行や特徴っていうのを教えてくれる。そして3つ目がそういった内容っていうのを押さえた上で実際にねアプローチするときに注意している内容や具体的な内容っていうのを教えてくれるっていう、この3つを押さえた内容だったら聞きたいかなっていうふうに思ったので、こういった3つの内容を押さえて今回はね皆さんにお伝えしていきたいっていうふうに思います。ということで今回は3つのポイントでお伝えしていきたいと思います。1つ目は足で狙うべき血管、そして2つ目は足の静脈を穿刺する際に押さえておくべき神経の走行と特徴、そして3つ目は足に穿刺する際の注意点とアプローチ方法という、この3つを皆さんにお伝えしていきます。ではまず足で狙うべき血管についてです。足で狙うべき血管っていうのは3つあります。1つ目が側肺静脈球、2つ目が小副大静脈、
そして3つ目が大副大静脈、この3つです。ではこの静脈が実際にどのような走行をしているのか見ていってみましょう。まずは側肺静脈球です。側肺の皮下っていうのは主肺と一緒で、まあ静脈網っていうのがね、網の目状に静脈っていうのが発達しているんです。側肺っていうのはね、ここが網の目状に血管がね巡っているよっていうことですよね。これは足の裏っていうのはね、皮膚っていうのがどうしても体重っていうのを支えるんで、もうね丈夫にできているんですよね。なのでもう剣道部とかはね、もうめっちゃめーめーみたいな感じで行くんで、足の裏がねカチカチだったりしますよね。でもですよね、この足の甲側っていうのは柔らかいんですよね。だからこの足の甲側には血管っていうのがね結構出てるんですよね。でその最初の部分が側肺静脈球といって、こんな感じなんですよね。少しね弓なりになっているんですよね。だからネーミングも側肺静脈球って言って弓っていう字が使われてるんですよね。見ての通りなんですが、側肺に位置していて横向きに弓なりにね走行しているんで、どうしてもね直線的な部分っていうのが短いっていうのがね特徴なんです。足のねサイズが小さい人っていうのはもうね採血はともかく留置針っていうのをね、留置なんていうのはねもうかなりね難しかったりします。そしてこの側肺静脈球の内側と外側から太い静脈になって上の方に上っていくんです。その外側、まあ外科側ですよね、外側のくるぶし側が小副大静脈で、内側のくるぶし内科側ですよね、それが大副大静脈、この2本の静脈が通っています。まずは小副大静脈なんですが、こちらはご覧の通り外科の後ろを通って硬いのね後面へと上っていっています。そうなるとどうしても行外の患者さんっていうのはちょっとねガニ股になってるんで見えにくいんですよね。こっち側を通ってるんでガニ股になってたら、こう見たくてもなかなか見づらかったり、患者さんにちょっと動いてもらったりしないと見えづらかったりするんです。ってなるとどうしてもやっぱり戦死するのも患者さんをちょっとね動かしてもらって刺させてもらうみたいなことになったりするので、結構ね戦死自体も難しかったりはするんですよね。そうなると残されたのは3つ目の静脈、大副大静脈です。この大副大静脈は見ての通り硬いのね内側っていうのを通っています。そのため行外の時も自然にね股関節っていうのはちょっとね外旋してるんですよね。なので内側を通っているっていうことは先ほどの外側よりもかなりね見やすかったりするんですよね。で患者さんも楽な姿勢なので戦死もしやすいっていうことになります。また静脈の太さっていうのも比較的ねこの内側の大副大静脈っていうのは太いんで、戦死しやすさとしては申し分ないっていう静脈だったりします。しかしここで注意しなければならないのは、こういった太い静脈の近くには大抵ね神経っていうのが通っているんです。ということで次は足の静脈を戦死する際に押さえておくべき神経の走行と特徴、これについて解説していきたいと思います。まずは側肺静脈球に関係する神経の走行について押さえていきます。ではこの画像を見てください。この側肺はいろんな神経が通っているんですが、主な神経としては仙腓骨神経が分岐した内側側肺視神経と中間側肺視神経が通っています。比較的静脈のね下側っていうのを走行していることが多いんですが、とはいえ静脈のね上をねたまには通っているっていうこともあるため、まあ、採血などで栓した時にしびれがねキリっていう感じで出現した時は、それ以上ね針っていうのを侵入するっていうことなく栓死をね中止してください。あとは栓死する際も自分がねイメージした静脈の深さまで、まあ栓死しても百血がないっていう場合も深追いしたり針先でね探るなどの行為をするのは神経の損傷を起こしかねないので控えるようにしましょう。はい、ということで側肺静脈球周囲の神経の走行についてでした。続いてはいよいよ足の狙うべき静脈ナンバーワンの大副大静脈に関係する神経についてです。ズバリこの大副大静脈周囲で押さえておくべき神経は副大神経です。この副大神経はこの画像を見てください。このように大副大静脈に寄り添うように走っているんです。そしてここで押さえておきたいのが、この大副大静脈と副大神経が接して走る割合っていうのが場所によってかなりね違いがあるということなんです。この割合を分かりやすく表記したものがこちらの図になります。このね図を見てもらうと分かるように、下の方に行けば行くだけまあ静脈と神経が接して走る割合っていうのがね大きくなってるんですよね。なので下の方は約 80%、 そして中っていうのがまあ 60%、 そして一番上っていうのが 20%、 こういった割合になってるんですよね。
しかも下の方へ行けば行くほど静脈と神経が鞘のような共通の結合組織で包まれている頻度も高くなるというふうに言われているんです。これはね、分かりやすく言うと、あのね、割り箸ありますよね。この割り箸が2本あって、これがね神経と静脈だったとすると、これがねもう本当に一緒にくっついたような状態で、まあ、これが鞘って言って、まあ刀で言ったらこう言って、こう抜く時の刀、この鞘の中に入っているような状態で走行しているっていうことなんですよね。さらには硬いのね下の方では副材神経から皮脂って言って、神経がね枝分かれしたものが出ているんですけど、それが大副材静脈を横切っていて、しかもねその 2,3 割っていうのが静脈のね上を通っているっていう風に言われているんです。ということで、足の静脈を選出する際に押さえておくべき神経の走行と特徴について解説しました。いよいよこれまで押さえた静脈の走行や神経の走行っていうのを踏まえた結果、実際足に採血や注射ルートキープをするのにどこを狙ってどんなことに注意すればいいのかということを解説していきます。まずは大きく採血するのかルートキープするのかでアプローチ方法も変わってくるので、まずは採血の場合から解説していきます。この採血の場合、必要なスピッツの数が多い場合はできれば大副材静脈、少ない場合は側外静脈球もしくは大副材静脈にアプローチしていきます。というのも、足の採血で側肺での採血となると、どうしても血液の管流量不足、つまり途中で帰ってこなくなるということも考えられるんですよね。だから採血する血液量がたくさん必要な場合は、できるだけ中枢側の大副材静脈で血液を採取する方が、血液の管流量が不足するっていうことがないので、途中でね出なくなるみたいなことがないよっていうことなので、大副材静脈を狙ってほしいんですが、もし採血の量が少ない量でもいいっていう場合で、側肺にね血管がね浮き出ているっていうような場合であれば、このね側肺静脈球っていうのを狙ってもいいと思います。ただ側肺の静脈へアプローチする際は、直進ではなく翼上進を使うことをお勧めします。というのも、足の甲は形状的にもどうしても角度がつきやすいため、直進を使用するとこのように血管を貫いてしまうリスクが高くなってしまいます。それに比べて翼上進っていうのは全長も短く、角度もね自由自在に調節できるため、側肺での注射にはね適している形状なんです。だからよっぽど自信がある時以外は、僕もね翼上進っていうのを使っています。そして次はルートキープする場合です。この場合は大副材静脈を狙います。これは側肺にルートキープできそうな血管があって、さらにね選出する際にも血管貫通リスクがなければ側肺でも構わないんですが、あまり側肺の血管でルートキープできるような血管にね出会うっていうことは稀かなっていうふうに思います。高齢な患者さんでもうどこにもないっていう場合などは、24ゲージなんかの細い針でルートをね確保したりするっていうこともあったりはするんですが、できればね側肺以外の血管っていうのが望ましいです。しかし先ほど言った超副材静脈っていうのは、どうしても外側のくるぶし付近へのルート確保になるんで、戦死するっていうのが難しかったりするし、患者さんをね側外にして横向けた状態で戦死を成功したとしても、ずっとねこの状態でいてもらうっていうわけにはいかないので、まあ戻ったりするんですよね。ってなると、戻った時にこのルートが潰れてしまったりして、潰瘍を形成したり、もしくは点滴が落ちなくなってしまうっていうことになってしまうので、あまりねおすすめはできません。ってなると、やっぱり残されたのは大副材静脈っていう、これをね狙っていくっていうことになるんですよね。そして先ほども解説した通り、この大副材静脈は末梢になるにつれて副材神経が血管にね接する確率が高くなるんで、できるだけ中枢側での戦死を試みたいところです。しかし現実問題、もしもねできるだけ中枢側で戦死して中枢側を失敗してしまったら、もうねそれ以降の末梢側での戦死っていうのがね厳しくなってしまうんですよね。だから血管の太さと弾力、血管の長さをしっかりと確認して、かなりの高確率で成功できそうなのであれば、中枢側でルート確保を試みてもいいんですが、そこまで自信もなく太さや弾力的にも不安がある際は、末梢側からトライしましょう。そして戦死した際は、戦死した瞬間にしびれがないかをしっかりと確認し、もしもしびれなどが出現した際は副材神経を損傷した危険があるので、すぐにね注射を中止しましょう。またしびれなどがなければ、そのままルート確保を続行し固定をしていきましょう。そしてちょっとしたコツにはなるんですが、この大副材静脈を狙う際、位置的にどうしても狙いにくい場合があります。そういった場合は
患者さんを少しねガニ股になってもらうか、そういったことが厳しいようであれば、右側のね大副大静脈を狙うのであれば軽度ね右側外、そして左側を狙うのであれば軽度左側外になってもらうとかなりねアプローチしやすくなります。そして固定する際は固定した後の患者さんの体の向きなどを考えてルートにね負担がいかないような固定っていうのをしていきましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は足の血管と神経の走行ということでお伝えしていきました。今回は足の血管に焦点を当てて解説していきましたが、本来はできれば上肢の血管にアプローチすることが望ましいです。というのもどうしても下肢にはね全身の体重がかかるし、静脈弁が多く静脈血の貫流っていうのが鬱滞したり血栓が起きやすいなどのリスクがあるんです。でもどうしても下肢でトライしなければいけない、そんな状況が今回のように来ることも事実です。そういった時に今回学んだ知識が少しでもね皆さんに役立つといいなというふうに思っています。このようにこのチャンネルでは注射や採血、ルート確保など看護師のためになる動画をお届けしています。今回は足の神経や静脈の走行について解説しましたが、基本である肘周囲の静脈や神経動脈の走行についても抑えたいっていう人はこんな動画も作っているのでぜひねチェックしてみてください。最後にいいね押してもらえるとハヤピンが泣いて喜びます。本当に最後まで見てくださった皆さんありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。